お疲れ様。こんな感じでこれからも仕事をしていくで。さてと、午後からはいよいよプリンセスリーグの決勝戦やね。ここで優勝したら一流のレコード会社からのメジャーデビューが約束されてる。そうなったらうちの事務所もいよいよ東京進出って感じやね。はい。決勝戦は対戦相手と同時対決をするんやって。同時対決ですか？そう、はるかちゃんと対戦相手が同時にステージに上がって同じ曲でパフォーマンスするんや。それで曲が終わった時にファンを多く獲得してる方が勝ちってわけや。変わった形式ですよね。うん、この形式で3回対決してその総合成績で優勝を決めるんやって。緊張するな。堀江さんが緊張してどうするんですか？何言うてんの、緊張するに決まってるやん。ここで勝つか負けるかは大違いやで。うちの事務所が名前売る大チャンスなんやからね。そうですね、頑張らないと。ああごめん、変に気負わせてもうたな。はるかちゃんは練習の成果を発揮してくれれば大丈夫や。それにほら、変な言い方になるけど3回の総合成績で競うから負けても後で取り返せばええんや。そっか。そう考えればちょっと気持ちが楽になりますね。そうそう、リラックスリラックス。ベストを尽くすには硬くなりすぎてもあかんからね。さて、あまり時間ないけど準備があったら今のうちにしとくとええで。沖田さんは4階のレッスンスタジオにおるから言うたらレッスンもしてもらえるはずや。準備ができたらさっきみたいにスケジュール表を確認してな。はい、わかりました。そうや、せっかくやし衣装に着替える前にプロデューサーの萬田さんに挨拶しとこうか。あ、おっとった。ほら、あそこにおるのが番組 P の萬田さん。行こう。Tセットの二人や。え？うちから大阪芸能に移った。いや、やっぱり何でもない。じゃあ萬田さん、決勝戦もよろしくお願いします。オッケーオッケー、 Tセットは今一番数値取れるからな。じゃあ今日も頑張ってや、舞ちゃん、あずさちゃん。またな。失礼します。どうも萬田さん、大のチェアの堀江です。本番前にご挨拶をと思いまして。熱っ。え、あ、すみません萬田さん。大事な決勝戦前やってのに随分なご挨拶やな。何やってんの、ちゃんと前見て歩かないと。ほんと気をつけた方がいいですよ、ダイナチェアさん。
すみません、マンダさん。あ、その、ほんまに、なんと言ってええか。一度のミスで全てを失うこともある。それにな、君はもっと同世代の人間からも愛されるようにならんとな。ほんまにすみませんでした。ほら、はるかちゃん、何してんの？君も謝り。あ、すみませんでした。決勝戦でミスせんといてや。うわ、なんでこんなことに。はあ、とんでもないことになってもたな。すいませんでした。本番で頑張りますから。くそ、 T セットのやつら、あんなやり方するやなんて、どんな教育してんのや、大阪芸能は。でもこうなったら仕方ない。とにかく今は衣装を着替えに行こう。この先に個室の控え室を用意してもらってるんや。こけや、さ、入って。さ、よく映んないよね、あいつら。あ、堀江さん、言ったのがいいんじゃない。って言おうよ。そうだね、どうしよう。おい、待てや。言った。ちょっと何何言うてるんや。さっきうちの遥かに足かけたやろ。どういうつもりなんや。ちょっと話してよ、中井さん。ダイナチアさん、何やっとるんですか、うちのタレントに。あ、一体もう赤くなっちゃったらどうするの。本番に支障出るじゃない。元はといえば、君が遥かに足引っ掛けて。妙な言いがかりはやめていただけませんかね。そっちがそういう気なんやったら、こっちもそれなりの対応取らなあきまへん。オタクみたいなちっちゃい事務所、うちがその気になりゃ、ほぼ出入り禁止なんてすぐにできますね。なんですその目は。そんなんだからタレントに逃げられちゃうんじゃないの。堀江さん、こんなことしてる場合じゃないです。早く衣装着替えなきゃ。ちょっと待ちなさいよ、このまま行く気。この腕どうしてくれんの。何、沖縄行ったことありますか。は、何、沖縄です、行ったことは。ないけど、何なの。いいですよ、沖縄、海は綺麗だし、空気も澄んでて、ストレスいっぺんに吹き飛びますよ。今度行ってみて、ちゃんとおすすめスポット教えますから。は、はあ？さあ、堀江さん。なんなの、あれ。沖縄行って、心でも洗い直してこいちゅうことちゃうか。はあ？なにそれ、意味わかんない。どういう意味よ、中井さん。なるほどな。パクさんが気に入りそうな子やな。もうやろ。その辺にしとき。はあ、何それ、どういう意味よ。沢村遥、ムカつく女。そもそもうちと大阪芸能は仲が悪うてね。 T セットの二人はな、もともとうちの養成所におって、そやけど社長のやり方についていかれへん言うて大阪芸能に移ってった子たちなんや。そうなんですか。それからほんまはあんまり挑発せん方がええんやけど。でもええよ、そんくらい勝ち気でないとこの世界で生き残っていかれへんからな。挑発？え、違うの。そうやったらなんで沖縄行けなんて。あの人たちなんだかストレス溜まってるみたいでしたから。本当にいいところですよ、沖縄。時間ができたら堀江さんも行ってみてください。疲れ取れますから。なるほど、思ってたより
ずっと大物なんやな、君は。さてと、なんか始まる前からいろいろ味噌ついてもうたけど、気を取り直していこう。衣装はもう用意してあるから、着替えてくれるかな。メイクなんかはここにあるものを使って。僕はしばらく外におるから、それじゃよろしくね。どう？準備できた？はい、できました。じゃあ、入るで。どうですか？変じゃないですか？うん、バッチリや思うで。よかった。これまでメイクとかあまりしたことなかったから。大丈夫、これやったらTセットのファンかて、はるかちゃんにメロメロや。あと、そろそろ時間やな。大丈夫、君やったらいつものレッスン通りやったらきっとうまくいくって。あんなに頑張ってきたんや、自信持っていこう。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェカミヤです。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。決勝の対戦形式はライブバトル。両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。
最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド、第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド、第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち見事優勝したアイドルには、大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか。 OK、 そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和の取れたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中、連戦連勝のスーパーアイドルユニット T-Z。百花繚乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村アルカ。さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディーゴー。
アルカちゃん、Tセットの2人、お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただし、このステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？見事第一ラウンドを制したのは、沢村遥香だ。おめでとう、アルカちゃんの魅力全開のライブだったね。はい、ありがとうございます。全てを出し切った、そんな感じの、めっちゃいい顔してるね。はい、始まる前はすごく緊張していて、でも始まったらワクワクした気持ちが抑えきれなくて、あっという間に時間が過ぎていきました。応援してくれたファンに一言どうぞ。こんな大勢の方の前で歌ったのは初めてだったので、すごく緊張したんですけど、観客の皆さんに選んでいただけてすごく嬉しいです。第2ラウンドも今日のパフォーマンスを超えられるように頑張ります。アルカちゃん、サンキューです。プレッシャーをうまく乗り越え、自分のものにしたアルカちゃんの今後の活躍が楽しみです。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし、残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 やったやん、はるかちゃん、すんごくええステージやった。このままいったら明日の第2ラウンドもきっと勝てるわ。本当ですか、よかった。そしたら蒼天堀に戻ろうか。ほんまは例の萬田さんに一言挨拶しておきたいんやけど、全然携帯に出てくれへんのよね。やっぱりまだ怒ってんねやろな。そうですよね。